はい、どうもコミです。さて本日はこちらの TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしたいというふうに思います。チャンピオンズリーグ2ですね。いや、ほんともうこのクラスになると競合がひしめき合ってるんで、JWC、J1 にいるティーコンさんでもですね、なかなか、苦戦をする相手が多いんですけども、本日はその中でも、ディディさんが見せてくれている、スーサイドホグという攻め方に関して、ちょっと今日見ていきたいと思います。合計3本ありまして、3つ目のね、動画は、関西クラクラクラブからお届けします。めちゃね、この最後の3本目、もう本当に圧巻のホグライダーのもう大行進なんでね、ぜひそちらも含めて最後まで見てほしいと思うんですが、まずそのきっかけとして、ちょうどね、本当に、話がしやすかったのがこの D さんのアタックで、そもそもスーサイドホグって何かっていうと、ヒーローパートにヒーラーとかつける、クイヒーとかね、ああいう戦術を使わずに、まずヒーローパートで、相手の主要な防衛室を壊しておきながらルートを作るんですね、ホグライダーのための。で、その出来上がったルートにホグライダーを流していくという、攻め方になる。そういうヒーラーを使わずに、ヒーローたちをもうとことんですね、ダメージを受けながらでも前進させて削りを入れていく。という、そういうスタイルから、スーサイドというね、少し、物騒な、名前ですけども、戦術名がついているというところですね。で、今回の、この配置、なんでじゃあ、ディディさんがスーサイドやったのかっていうと、これ、クイヒーやろうと思ってもですね、なかなか、クイーンを動かしにくいんですね。パッと自分が見て、どういう風にクイーンのルートを作ろうかって言ったら、外周をなぞるように歩かせるぐらいしかないんですけども、そんな風にしちゃうと当然マルチインフェルノ、シングルインフェルノ、こういった施設にやられちゃうので、なるべくだったらそういう無駄な食い火にはしたくない。じゃあイエティどうかっていうと、中心部がこう広いじゃないですか、この村ってこういう風に。広いんで、そこにイエティが入った瞬間に四方八方から撃たれちゃうんですね。こういうのからガンガン中心部狙い撃ちされて、でもあっという間にイエティがバラバラに散り散りになっちゃって全部やられちゃうでしょう。っていうところですね。では、こういう、陣に対してどう攻めるのかっていうと、最初ヒーローパートでさっき言ったようにルートを作っておいて、で、ホグを回すなり、あとは、ラバルを回すなりするというパターンになってくると思うんですね。で、なんでじゃあ、今回ホグなのというところで言うと、D さんのこの攻めた村っていうのは、マルチインフェノタワーが2本あったんですね。で、これは、フリーズを使う、ないしはヘイストを使う等々して、ケアしていかないと、バルーンにとっては結構厳しいですね。要は、ラバーハウンドでターゲットが取れないので、もうどうしても、ダメージをバルーンが負ってしまうという点において少し、攻めにくい。であれば、もういっそのことヒールを積んだホグライダー、ダメージを受けても回復すればイヤ精神でね、やっていける、そのホグライダーを選んだということから、クイーンヒーが使えないからスーサイド、ラバルに不利だからホグライダー、そんな感じですね。で、この戦術に行き着いたんじゃないのかなというふうに思います。自分だっても多分、クイーンヒーとかは多分この村には使わないと思いますね。で、今回ですね、実はDさんちょっと、序盤に、ヒールをかなり、もっとなく一発使っちゃってるんですけども、それがね、あってもこの全開なんで、ちょっとまだね、詳しく見ていきましょうか。で、これが終わったら次はちょっと比較対象として、で、クイヒー使う場合はどういう村なのってとこもちょっと見てもらいたいと思いますので、まずはこれをもう一回ですね、さっきざっと流しちゃったんで、見ていきます。まずは、天才パートですね。クランジョ、イーグル砲、投石機。それぞれスーサイドパート及びホグライダーパートの天敵となるような範囲攻撃系をまとめて潰していきますね。こんな感じですね。で、このライトニングも中央をえぐることによって、ホグライダーのルート作りに一役買っているというところもね、忘れてはいけませんね。ここですね。はい。で、その後ヒーローで、壊す対象はタンホールを狙っていきます。で、これね、やっぱ壊さないと確実にここでグランドオーデンのエタナルトームを使わされちゃうので、もう最優先で壊すべきですね。で、ワンチャンこの投石機までもしかしたら狙ってたかもしんないけど、いや、それは無理かな。壁の2層奥側にあるんでね、おそらくこの辺の大砲、迫撃砲、対空砲、この辺までを削り切るので、よしというところだったんじゃないかなというふうに思うんですけども。で、投下兵舎ですね、を出していきます。で、おそらくですね、この投下兵舎何かっていうと、ホグライダーをこうガーッと出しますね。一気にもう全部出すんですね。こう進めていって、このホグライダー今来ましたね、こいつら。ほんと合流させたかったと思うんですね。なんですけども、ホグライダーがうまいこと合流しないでですね、こんな散り散りになっちゃいます。で、ヒールの呪文をここに打つんですが、これ打つ場所からしても、どう見てもこっち側の、
なんだ、ウィズ島とかそっちの方にね、この本が流れてほしいっていう意図があったと思うんですが、残念ながら逆走しちゃうんですね。でこの一発ヒールを、まあ、ほぼほぼ無駄にしてしまったんですけども、そこからの伸びがまあすごい。とロイヤルチャンピオンが後ろからついてるんで、相手のロイちゃんと当たってもこんな風に、ホグの体力っていうのは、まあ、グランドウォーデンがエナジーサークルでこう強化してくれているところで、それを盾にしながら味方のロイヤルチャンピオンが相手のロイちゃんを潰していくというパターンですね。まあ、こんな形で、ホグとロイちゃんのもうこの、協力関係っていうのが、まあ、一旦出来上がるとなかなか止まらないんで、それを使ってロイちゃんはもう完全に、ホーミングシールドも、温存してるレベルですね。であとは最後シングルインフェルノタワー、何でもこれは怖くないということでホグを盾にしながらロイちゃんで追っていって、回収タイムという形になります。まあちょっとね今、ルート作りが不十分だったのでここですね、施設が残っちゃいましたからね、まあ、ここの施設は多分残っちゃうのかな、どうしても残っちゃうんだけど、まあ、ワンチャンこっちに行ってくれないかなっていう少し、爆地的な、ところも、まあ、もしかしたらモティさんあらかじめ思っていたのかもしれませんが、まあ、ちょっとねその形が、表に出ちゃったっていうところですね。ただまあ逆走してもプランニングがこの村に対してかなり、刺さるプランニングだったので、まあ、ヒールの一発の打ち損じなんていうのは最後、もうなんていうんですかね、そのプランニングでアドバンテージで押し切っちゃったっていうところですかね。すごいなっていうところでした。で、ですねもう一個、見てほしいのは、これかな、4番でこれかな、はいですね、 D さん、クイヒーホグをやっているんですけども、このクイヒーホグに関しても、見ていきたいと思います。でこういうようにですね一個一個の壁の区画が広いような村ですね、こういうところとかありません、こういう風にでここにクイヒーがこう入っていったらもう周りの施設にこう、攻撃をしまくってですね、ある種無双状態になれるっていうようなこのタイプの村があるんですね。でこういう場合には逆にスーサイドは不利です。なんていうんですかね、クイヒーの方がむしろアドバンテージが大きいので、まあ、スーサイドでもやれないことはないんですけども、多分アドバンテージが大きいんでクイヒーを選択した方が、まあ、より、確実性があるかなというところだったんじゃないかなと思います。バーバリアキングはこの外周流し入れますね、こちらの金庫とか、アーチャー塔とかの方を削っていって、アーチャークイーンが確実にここですねに入っていけるようにボールブレーカーで2層目を開けて、で、さらにこの後3層目ですね、このウィズ島にターゲットを取るようにしてボールブレーカーを打ち込んでいきます。相手ストライカーが来てますけども、まあ、ここは、他の防衛からのダメージを一切受けてないので問題なくですね、アーチャークイーンが突破していく。でスーパーウォールブレイカー3層目開けですね、お見事です。まあ、こんな形で、空いた壁の中にクイーンが入っていって、今このロイヤルチャンピオン と、マルチインフェルノがあるこのゾーンでクイヒーが無双状態になるというところですね。で、マルチインフェルノはやっぱりですねホグライダーにとってはあまりまあ嬉しくはないですね。ラバルほど、致命的ではないんですけども、まあ、そうは言ってもなるべくなら相手をしたくないのでこれをクイヒーで折っていくと、さらに投石機も1本、クイヒーで折れてしまうのでこれ非常に美味しいですね。最終的にはこちらの面ですねからホグを一斉に出していってまっすぐ進めていくというパターンになっていくんですけども、まあ、こんなようにですねアーチャークイーンをあるところまでこう、比較的スムーズに進めやすい、進んだ後アーチャークイーンが、たくさんの仕事をしてくれるそういう美味しいねエリアっていうのが見つけられた場合にはクイヒーですね、まあ、そのエリアにアーチャークイーンを誘導することを念頭に置きながらのクイヒーを展開すると、まあ、それは結構、アドバンテージとして大きい、攻め方になるのでお得ですね。いやーすごいですね、投石機の2つ目のターゲットもアーチャークイーンが取れたんで実質アーチャークイーンで投石機2個壊したような計算になるのかな。なかなかすごいアドバンテージだったなと思います。最後ホグライダー若干、数が減ってしまいますけどもまだフォーミングシールドも残ってるしクイヒーも生きてるのでそれを解放していってこの長い距離のね、フォーミングシールド気持ちいいですね、パパパパンとで全開までいくという形ですね。まあ、このようにですね、やっぱ空品が使えないという場合には、スーサイド、空品が使えるなら空品を使うっていうようなパターンで、まあ、ホグライダーと、組み合わせていくっていうのが、まあ、ホグを使う方にとっては、
結構幅広く村に対応できる、攻め方のパターンになってくるのかなと思います。まあ、スーサイドって慣れないとなかなか難しいので、自分もまだ甘いと思ってるんですけども、それはですね、あんま慣れてなかったら自分の食い火で攻めれる村を選ぶというね、チームメイトとのその協力、お互いに村を融通し合うっていう連携プレーもまあ必要かもしれませんね。はい、というところでですね、本日はこちらまず TH コンプリートさんから合計2本お届けしましたけども、最後3本目関西クラクラクラブから行ってみましょう。はい、では3本目ですね。これ最後のアタックです。まあこのホグがね、まあ超圧巻なんですよね。もう見てて気持ちいいんですが、こういう真ん中にこう隙間があって、壁の区画が2個ある、まあ、いわゆる島型って言われている配置なんですが、最近ですね、こういうのが流行ってきてます。その島型の中でも、それぞれの島1、2とね、あるこの2つの島の火力がそれぞれ均等になっている島型配置ですね。こういうのはなかなか食い火で落としにくいです。あの食い火ディガホとかでですね、何かというと、この中央のこのゾーンに、溝に食い火を入れた瞬間に、届かない施設があるんですよ。攻撃がこういう風に投石とか、でそういうとこから、もう攻撃を受け続けちゃってですね、食い火がほぼほぼ仕事をしないというケースが多々、ある、まあ、そういういやらしい配置なので、こういう場合にはもうスーサイドホグがね、今回キリチョさんのセミを見ていてめちゃくちゃいいなって自分も勉強になりました。で、まず 上方向の島を壊していきます。ここに天才を打っていったんですが、こんな風に体力がね若干残っている防衛施設ばっかっていう状態にしていくんですね。でこうすることによってロイヤルチャンピオンのホーミングシールドだったり、まあ、本体の攻撃だったりを使って、かなりのエリアをロイちゃんで削っていくことができます。で削り終わったら一気にホグライダーをドバッとこっちから出していって、4時方面に抜けさせていくんですけども、このですねホグライダーにしっかりと、ストライカーを混ぜているので、ストライカートームの形を作って相手のロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンを処理するという格好ですね。もう残ったホグライダーたちはもうものすごい数が、この島型配置の特徴として、このね、壁の中そんなにね広くないんですよね。ここにしっかりと、防衛が密集しているという特徴があるので、その密集しているエリアにこうヒールをポーンと打っていくと、こんな風にですね打っていくと、そのヒールの輪の中に基本的にホグが全部入ってくれるので、体力がなかなか減らずに、こんな風にねものすごい数を残しての全開になるというところですね。ちょっと最初話が長すぎたというか、ライトニングからのスーサイド少し見落としてしまったところがあったと思うんで、まあ、そこに関してもう一回ね、軽く見てから、この動画を終わりにしたいというふうに思います。持ってってる呪文はクエイク2のライトニング8ですね。まあ、よくそのクランジョプラス投石2機なんか落とす場合にこの持ち方をするんですけども、最初5本からの、2本かな、うん、で、クエイクを当てて、まずクランジョは確実に壊します。これはもう必須ですね。でクランジョを壊した後はライトニング1、クエイク1、ライトニング1クエイクで、この、インフェノタワーとかウィズと対空砲、あとはこの投石機の体力を削ります。こうすることによって、なんか抜け場、こう抜け場っていうのかな、なんかこう、なんていうか、その、点々と防衛が残っているような状態にしておくんですね。で、こいつらをまとめてロリちゃんを使ってガツンと削っていくというね、形になります。アイスゴーリムの盾にしてから、しっかりバーバヤンキングをさらに二重の盾の役目として先行させて、後ろからストライカー、アーチャークイーンで相手のババキン処理、さらにタンホール処理と、この順番を見事ですね。それないようにきっちりと30方面カットしたのを見逃せません。ジャイ盾からのロイヤルチャンピオンで一気に、シングルインフェルノ、さらに投石機の核ですね、ホーミングシールドを投げて、多分これが投石機に行ってほしかったんだと思うんですけども、まあ、結果的には投石機に行かない方が、アドバンテージが取れましたね。壁の外側にある防衛まで壊してくれたんで、こんな形で、一気に上側の島を無力化して、下側の島にホグライダーが襲いかかるという形を作ってます。俺ね、あと12つの、ヒールの呪文とフリーズだけで持っていっちゃうんですよね。で、フリーズは当然ながら火力の高い投石とイーグルにかけていって、で、序盤で、体力が減ったホグライダーにこうヒールを当てていくんですが、さっき言ったように、壁の中にほぼ防衛が固まっているので、壁の中にいるホグライダーたちがみんなヒールの輪の中にこう吸い込まれるように入っていくんですね。ということによって体力が、回復したホグライダーたちがもうそのまま止まることなく最後まで、突き走り抜けるというね格好になります。
いやこれ気持ちいいですね本当にね。こういう攻め方ができたらいいなと思うんですけども、まあ、今回のケースって言ったら、まあ、そうですね、別にラバルが使えないというわけではなかったと思うんですが、うん、ちょっとそこ最後考察してみましょうかね。使えないですね。ここにエアスイーパーが2機こういう風に置いてあるので、どっちからラバルをこう出すとしてもエアスイーパーに捕まっちゃうんですよね。これこう出してもこう出しても捕まっちゃうので、こんな風になってるで、さらに、まあ、中央にロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンという、ラバルの天敵となる、ヒーロー2体がいて、さらに、クロスボウも対空、うん、となってくると、うん、そうですね、投石機のターゲット範囲っていうのもギリギリ下方向には対空方には入ってるんで、ここにラバーがつけば、まあ、投石機のターゲット取れますけども、うん、上方向は入ってない。やっぱりラバルやりにくそうだなっていう印象はありますね、パッと見た感じ。まあ、これならホグライダーにした方がそこに、ロイヤルチャンとストライカーをつけることによって、ヒーローを処理しながら最後まで突き進ませられるという、うん、そういう判断になったのかなと思います。おそらくエアスイーパーとヒーローですね、一番はだと思います。キリタに聞いてみたいですね。はい、というところでですね、本日は合計3本のリプレイですね、TSC コンプリーターさん、あとは関西クラクラクラブからそれぞれお届けさせていただきました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またね、こういう動画タンフル13から11にかけて幅広くお伝えしていきますので、また、そちらの方もご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。